に1本だけある大きい木の根っこのそばに椅子が逆さまに、まさかの様と飲み友達なんですよ、はい、今次の心霊スポットに移動中なんですけれども、はい、心霊アイドルの龍我さん、はい、何か呪いにまつわる話とかありますでしょうか。はい、あります。これは私の話ではないんですけれども、はい、あの K 君という男の子が体験した話でして、はい、K 君は東北出身なんですよ。で大学で東京に出てきたんですけど、その東北に住んでいた時の話で、通っていた小学校が、まあ、あの校舎がカタカナのコの字状になっていて、うん、で間が中庭みたいになってるところに通ってたそうなんですよ、うんうん、で、K 君はその通い始めてからずっと中庭に1本だけある大きい木の根っこのそばに椅子が逆さまに添えられてるのがずっと気になってたそうなんですよ。気になりますね、はい、その学校によくある木でできてる椅子がなぜか逆さまにあって、どんなに風が強い日でも次の日学校行くと同じ位置に同じように置かれてるんですよ、うん、逆さまに。だから何なんだろうってずっと思ってて、うん、でやっと先生にちょっと聞いてみようっていうふうに思い立ったんですね、うん、で、まあ、新しい先生に聞いても多分分かんないだろうから、もう一番長く勤めてそうなおじいちゃんの先生に、うん、先生聞きたいことがあるんですけど、うん、あの中庭にあるあの逆さまの椅子は何なんですかって聞いたんですよ、うん、そしたら あれはね、うん、どうしようかなってなんか話すのをためらってるんですよ、うん、でもどうしても好奇心が勝ってしまって、教えてくださいって何回も言ったら、うん、やっと教えてくれたんですけど、うん、その通って K 君が通っていた小学校の、うん、ま、隣に前の校長先生のお家があるんですけど、うん、その前の校長先生っていうのがもうその辺一帯の地主で、うん、すごい力を持った人だったんですけど、もう亡くなられてるんですよ。その亡くなり方というのが、ケイクが通ってた小学校の中庭の木で首を吊って亡くなられたんですよ。でそれ以来あの椅子は逆さまに備えられてるんだよっていう風に教えてくれたんです。椅子に乗って釣ったってこと で、その時にからって落とす倒れたままをずっと再現しているっていう学校の話を聞きました。それってだからその誰かが忍ぶためにあえて逆さにしてるんじゃなくて、勝手にその椅子がそうなってしまうとか。それはわからない。普通移動させますよね、はい、ちょっと不気味なので。むしろ逆さまで置いとくのはちょっとなんか、ね、うん、呪いっぽいなと思ってって思いますよね、はい、思い出したんですけど、祠とはちょっと違うんですけども、その似たような感じで平野正門様の首塚ってあるじゃないですか、はいはい、あれもまあ祠みたいな感じじゃないですか、はいはい、最近また工事も入りましたしね。はい、もうすごい綺麗になっちゃって、はい、私、まさかの様と飲み友達なんですよ、はい、飲み友達、はい、実は飲み友達です。あれでもお酒飲まないって言ってなかった？あの、飲まないんですけど、はい、まさかの様は好きかなと思ってただみんなその日本酒とかをお酒するじゃないですか、はい、いや、つまらんそれはと思って、はい、まさかの様の時代になかったビールを差し入れしてみようと思って、はい、持ってって首塚に持ってったんですか？で、あの開けて、はい、乾杯してちょっと飲んだんですよ、はいはい、それからなんか認識してくれたみたいで、はい、あの首塚ね、首はないんですけど本当に顔だけ見えるんですよ、まさかの様の、はい、それ以来行くとニコ来たかって笑ってくれるようになって、覚えてもらったんですよ、はい。龍は、あ、よく心霊アイドルっていう概念も心霊アイドルは分かってないんですけどまあなんか好きなんだねみたいな感じで、はい、もう友達になれて今1ヶ月に1回通ってるんですよ、で実はその通う前にちょっと不思議な体験がありまして、はい、その首塚で、2回目です
ね、2回目に行こうとした時に今度は1人で行こうって思って、はい、でただ昼間とか夕方に行ったんじゃ、あの結構あのお祈りする方が多いんですよ、サラリーマンとかが出世しますようにみたいなので、はい、あんま人に会いたくないから、じゃあ夜行こうって思って、うん、10時ぐらいの電車に乗って、うん、駅に着いたんですよ、はい、で当時出口が、まあ、3番出口が一番近くて、はい、3番出口から出ようって思って、はい、あの駅から降りて地下通路を歩いていくと、曲がるとすごい長い通路があるんですよ。でその先に出口があるんで、はい、そこを歩かなきゃいけないんですけど、うん、いくら10時とはいえ、うん、あのオフィス街なんで、うん、人がいっぱいいるはずなのに、うん、曲がって長い通路に入った瞬間、うん、誰もいなくなったんですよ。ラッキーって思ってたんですけど、うん、もう進んでいくと結構奥の方に人が立ってるのが見えたんですよ、うんうん、あれ誰か一人いるなって思いながら近づくと、うん、あれ作業着を着てる人で、男性じゃなくて女性だったんですよ、うん、珍しいなあ、工事でもしてるのかななんて思いながら、まあ、そのまま出口の方歩いていくと、うん、その工事の人、作業着を着た女性に、すいませんって話しかけられて、うん、で、え、何ですかって聞くと、あのこの出口工事してるんで2番出口から回って出てくださいって言われて、うん、あ、そうなんだ、分かりましたって言って、うん、ちょっと回り道をして、うん、まあ、首塚について、うん、いろいろ写真撮ったりとか、うんうん、正門さんも今日もいるなみたいな感じでいろいろ見て回ってたら、うん、正門さんの首塚の隣のところから、うん、なんか地下から人がわらわら出てくるところがあって、え、あそこなんだって思って気になって行ってみたら、うん、そこ3番出口なんですよ、うん、え、工事してないじゃん、うんうんうん、で下まで行ってみたんですけど、うん、もちろん工事はしてないし、うん、作業着を着てるあの女性もいなくて、うん、普通に人がいっぱい使ってる出口だったんですよ。え、何これってなって、うんうん、で私は一体あの時その女性に言われたのを無視してそのまま3番出口から出てたら、うん、違う世界にいてたかもみたいな不思議な体験をしました。気持ち何だったんでしょうね、全く分からないんですよ。でその何年か後に本当に工事して、はい、うん、今めちゃめちゃ新しくなって、うんうんうん、あ、なるほどね、なんだこれって、うん、不思議ですね。やっぱりだからそのあの辺一帯でちょっと奇妙なことが起こりやすいんじゃないかっていう、はいはい、きっとそうだと思います。でも結構不思議なのは平安時代ってやっぱ今の言葉と全然違うじゃないですか、発音とか、はい、あたりってテレパシーなんですか？はい、もう全然通じます。じゃあビールの銘柄はどこが好きなんですか？私はあの、はい、キリンさんの一番搾り私が、はい、一番美味しいと思っているやつにしました、はい、でも朝日さんのスーパードライも喜んでいました、はい、銀だみたいなかっこいい、はい、完全にパパ活ですね。あ、違います、恋です。恋ガチ恋ですか？ガチ恋してるんですよ。かっこいいんですか？かっこいいです。結構イケメンで、誰にとかあります？やっぱイラストだけじゃ分かんないじゃないですか。あのイラストってか絵しかないかな。誰に、まあ、似てる有名人はいないかもしれないですね。いない、はい。でもまあなんか古風なイケメンみたいな感じで、まあ、何より優しいんですよね、うんうん、なんかよく来たなみたいな感じで、うんうん、本当お兄さんみたいな感じですね、うんうん、で何でも聞いてくれるんですよね、うん、あの私が意味わからないことを喋ってても、うん、うんうんって聞いててくれる感じで。そんなに自分のそのでも首以外が他のところに散らばっていることに関してはなんかこうなんかもう思いはないんです。気にしてない感じですね、うん、で私まさかの様好きだからまさかの様にまつわる神社とか結構いろいろ行くんですよ、うん、各地の、はい、でも、うん、一番強いのはやっぱ首塚ですね。そうなんですね、まさか様の思いが残ってるのが。でも首塚はいろんな呪いもあるじゃないですか、はい、そのあそこでちょっといたずらした人たちが亡くなったとか近く あの会社が経営落下したとか、はい、最近はなんかそんなにもう恐れられてなくてですね、はい、
裏にビルがあるじゃないですか、はい、オフィスビルが。そこの会社の人たちも昔はこう見下ろしてはいけない上からとかあったんですけど、うんうん、今はもう全然普通に窓も開けちゃって見下ろしてるそうです、うん、あ、そうなんですか。もう気にしてないよみんなみたいな。丸くなった、まあ、新しくなってからですね。うん、あ、ちょっと弱まっちゃって力が、はい、最近は結構行っても寝てることが多いんですなんか話しかけて起こすんですよ。言っても寝てる。ちょっとそういう猫ちゃんとかいますよね、年取って。そうなんですね。でもじゃあこのまま何年かしたら本当に、はい、本当の意味でなくなってしまうかもしれないですか。可能性ありますね。成仏できるのかな。どっちがいいんですかね。なんか今は神様みたいにみんなに慕われているじゃないですか、うんうん、まあ怖い反面、うん、なんか成仏しちゃったら忘れられちゃうんじゃないかなっていう、うんうん、どっちがいいんでしょうね完全に彼女目線で喋ってます。すいませんありがとうございました。ありがとうございます。デイトナインターナショナルの YouTube ではあなたのオカルト情報を募集しています。取材に行ってほしい心霊スポット、また心霊写真、 UFO、 宇宙人に関する情報など下の概要欄のメールアドレスまで送ってください。よろしくお願いします。